皆さんどうもこんにちは、ヒカクゲームです。本日もウィリアプリ2020やってきたらと思います。今日はですね、8月2日からやってきた週刊 FP ルビマ比較やっていきたいなと思っております。このね、 FP ガチャがもしかしたら最後かもしれないって考えたら、ドキがムネムネしてくるんですけど、本日もですね、ルビマ比較やっていきたいなと思っております。で、今回もですね、まあ僕の独断偏見ではあるんですけど、 S から C までの評価っていうのもつけておきますので、はい、よかったらこのあたりも参考にしてみてください。ということで早速いきましょう。レッツゴー。はい、まずはですね、美容家、基本的には使わないが希少性は他にない特徴を持っている選手ということで、一発目クリホビアク選手ですね。はい、この選手遠目からさ、アイコン見るとめっちゃイスコだなって思ってたんですけど、まあこの時期でもこうやって初登場 FP が出てくれるのは激アツですよね。で、ハードプレスでディフェンス能力、フィジカル、パスの安定感ありますし、スキルがかなりいいですよね。攻中で言うと唯一スキル追加がされているので、ここもいいポイントなのかなと思っております。ただまあもうちょっとがっつり高い数値が欲しかった感じはあるのと、まあ瞬発74っていうのがね、ハードプレスだと結構気になる感じあると思いますので、はい、今回は評価にさせていただきました。とはいえやっぱり初登場が嬉しいので、初ゲットだったらね、なんか被りよりはいいかなって感じしますけどね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、アンドレシューバ選手ですね。この選手フランクフルト所属なので、普段 FP が出ないってことを考えると、希少性はですね、このガチャの中で間違いなく一番ですね。で、シューバに関しては本当ライブアップデートがね、適用されればすごくいい能力値だなって感じがしていて、能力はですね、まあザストライカーって感じですかね。まあ得点能力、ドリブル、スピードあたりがですね、軒並み90超えていて、フィジコン93っていうのもかなり熱いですよね。で、あとはですね、スキルでスルーパスありますので、まあ随所に光る能力値、スキルっていうのはあるのかなと思っております。ただまあ C 固定で公安4っていうとかなり不安定なのと、まあ4なのであればもうちょいスキル能力全体的に欲しかったかなって感じですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、 B 評価最後はですね、トマムニエ選手ですね。今回ですね、僕3回引いて2人ムニエだったので、なんだかんだもう相棒なんじゃないかって思い始めてきたんですけど、この選手ライトサイドバック登録なんですけど、非常に広い適性があるので、本当にいろんなポジションで起用できますよね。で、能力値もですね、まあ全体的にバランスがいい感じで、突出してる数値はまあスタミナぐらいしかないんですけど、身長もかなり高くて、プレースタイルも希少なので、しっかり特徴はあるのかなと思います。で、この能力見る限りディエンス能力結構低いんで、使うならサイドバックよりもまあサイドハーフですかね。右サイドハーフとか左サイドハーフ、ここで使っていただくのがいいんじゃないかなとは思ってますけど、個人的にはここで使うならワンパスルパ欲しかったので、ちょっとね惜しい感じはあるのかなって感じですかね。まあ楽しみたい方は CF とかセカンドトップ、ここで使っていただくのがいいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、評価、能力はそこそこ高い選手、先日は好みが合えば使いたい選手ということで、一発目、ユムティティ選手ですね。ちょっと僕呼びやすいので、ウンティティって呼ばせていただきたいなと思うんですけど、ウンティティですね、久しぶりすぎて初登場かなって思ったんですけど、実は2回目の登場ということで、前回からバッチリ強化されてますよね。アグレッシブ率91はちょっと低いんですけど、まあ高いディフェンス能力にフィジカルの強さもありますし、パスもセンターバックとしては非常にうまいですよね。で、これでいてスピードもまあ悪くないので、これで左利きってことを考えると、かなり魅力的な選手ではあるのかなと思います。ただ身長がちょっと低いので、まあ使うなら真ん中よりもサイド CB になってくるかなと思うんですが、ここはここでいい選手めちゃめちゃいるので、まあそうであればもうちょっとスピードが速いか、アグレッシブネスが90後半まで来るか、そこがちょっと惜しかった感じはあるのかなと思っております。まあ左利きの CB 限定で見ればかなり強いので、そこの評価次第なのかなって感じはしますかね。で、以前の運気を比較すると、実はアグレッシブネスは結構下がってるんですけど、全体がかなり上がってますので、はい、これは乗り換え安定でいいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、ここからですね、 A プラ評価、能力が非常に高くガチスカ級選手ということで、ブスケツ選手ですね。まあ能力がはっきりしてる選手オブザイヤーって感じなんですけど、ディエス能力、ボールキープ、パスに関してはアンカー最高値で、スキル考案も安定感抜群ですよね。ただその代わりスピード瞬発がともに70台とかなりネックなので、ここは正直めちゃめちゃ気になるんですけど、まあその他のレベルの高さがあるので、正直余裕で当たりクラスなのかなと思っております。で、比較してもですね、もうすごく分かりやすくて、オフェンスセンスからフライパス、ディエス能力は圧巻の数値なんですけど、ただスピード瞬発は逆に圧巻っていうね、やっぱりさっきの説明通りなのがこれを見ても分かるのかなと思います。とはいえやっぱりパス数値とかも他を寄せ付けない高さありますので、やっぱね魅力的な数値あるなって思いますよね。はい、で、以前のブスケツと比較すると、基本マイバージョンからほぼ下がってる数値はありませんので、全てから乗り換えでいいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次は A プラ評価、ルカク選手ですね。フィジカルモンスターということで、久しぶりにこれ歌った気がするんですけど、登場回数多いんですけど、まあ、いつ来てもなんか嬉しいですよね。はい、でもルカクはもう何度も何度も説明しているので説明不要だと思うんですけど、このフィジカル、スピードを併せ持ってるっていうのがかなり強いので、体も張れるし裏抜けもできる、とにかくでかくて強くて速い、そんな感じなのかなと思います。まあスキル追加でワンパーあたりをつけられるとより強くなってくるんじゃないかなと思っております。で、以前のルカクと比較すると、これ前半なんですけど、まあ丸1から丸
04は乗り換え安定で、これ後半直近の4名に関してはこれ正直好みレベルですね。ただ個人的には05から06なら乗り換え、直近の07からは乗り換えなしでいいかなって感じですけど、とはいえ誤差レベルなので、それぞれ特徴を見ていただきながら好みの数値で選んでいただくのでいいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、A プラ評価、インモービル選手ですね。インモーさんやってきましたね。昨日メロンパンさんも紹介してたんですけど、これ結構ね、僕、ウィーレアプリあるあると思うんですけど、自分が当てた選手が強い配信者の方が取り上げてると、なんか嬉しい気持ちになる。これわかるんじゃないかなと思っております。まあ正直ですね、ラインブレイカーはアイコニックで怪物がたくさんいるんですけど、まあ B 固定にも負けないコンアン7っていうのと、ワンパ持ちっていうのがかなり熱いので、このあたり考えても今の環境でも大当たりクラスと言えるんじゃないかなと思っております。で、実はですね、インモービル史上、オフェンスセンス99の決定98っていうのは過去最強値なので、はい、鬼の得点能力発揮してるんじゃないかなと思っております。まあ今後の環境だからこそ輝きやすいっていうのもいいですよね。で、以前のインモービルと比較すると、1枚目はですね、まあこれは乗り換えでいいかな、本案の違いなんかもあるので乗り換えで、2枚目はですね、04のイタリア国代表からはギリ乗り換えで、05からは乗り換えなしでいいかな。まあ大事なところ上がってるんですけど、あまりにも他が下がってるので、過去最強は05の週間 FP なのかなと思っております。ということで次いきましょう。はい、次はですね、 A プラ評価、ポグバ選手ですね。いやー、フランスユニのポグバかっこいいっすね。てかね、ポグバが好き、シンプルに告白しちゃったんですけど、今回もですね、バチバチに評価されていて、元が黒玉でこの上がり幅っていうのがシンプルにエグいですよね。で、ポグバに関してはオフェンスセンスからフライパスの高さは当然なんですけど、これでフィジカル97に身長191っていうのがとにかくエグくて、まあ強くてでかいは正義なので、はい、めちゃめちゃいいなって思いましたね。で、スキルも優秀なので、やっぱ魅力的だなって思いましたね。はい、アグレッシブネス高いけど、まあディエス力は割と低いので、まあ、あくまで攻撃的なボックスボックスとして、まあ、CMF とか OMF あたりで使っていただくのがいいんじゃないかなと思っております。で、プレースタイルで比較してもこんな感じで、まあ、このメンツで比較しても足元やパス劣ってないですし、ここを合わせ持ちながらフィジカルの圧倒的な高さ、本当異質な選手だなって思ってますね。まあ、ただあえて低い数値を見るのであれば、まあ、ディフェンス能力だったりとか、あと瞬発ボリコあたりはちょっと低めなので、まあ、ある程度良し悪しはあるかなって感じですね。はい、で、以前のポグバと比較すると、もう1回目からですね、迷う暇もなく乗り換えで、前回とはですね、正直誤差レベルなんですよね。なのでどっちも一応過去最強にしてるんですけど、フィジカル決定力下がってフライパスアグレが上昇ということで、本当にこれ好みだと思うんですけど、まあ僕だったら前の週間いれば乗り換えはしないかなって感じですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、 A プラ評価、最後はですね、ハフェルツ選手ですね。正直 S 評価にするか最後まで迷ったんですけど、まあ今回は A プラにしました。ただ欲しい方すごく多いんじゃないかなと思っております。レベマソゴチ99ということで、なんか登場ってより降臨って感じがしますよね。はい、スピードボールコンカンストで他も安定感あるレベルの高い能力構成ですし、さらにですね、この足元やスピードがありながらフィジコン88にボディコン86ってのも強いんですよね。当たり負けしないですし、何でもできる、もう大好きなのかなと思います。スキルもですね、ワンパワン周にスルパ持ちなので、トップ下はもちろんですね、適正つけて、僕は CF 起用をとにかく押したいので、 CF で使うのもゴリゴリにありなんじゃないかなと思っております。ただ後半後ってのはやっぱり不安ですよね。なので B 固定をベンチに入れればいいんですけど、体感 3,4 試合に1回は不調以下って感じかなとは思いますかね。はい、そんな感じかなと思います。で、クライフと比較するとこんな感じで、この比較何回もしてるんですけど、正直能力スキル面見たらハフェルツ勝ってますよね。まあもちろんクライフも怪物なんですけど、フィジカル強いのとスルパ持ちがあるので、ハフェルツすげえいいなって思いましたね。ただやっぱりクライフのね、 B 固定とコンアン8って安定感は本当ありますので、まあどっちも強いんですけどね。で、ザニオーロと比較するとこんな感じで、上の方を見ていくとですね、オフェンスですからフライパスまでハフェルツ勝ってるんですけど、ザニオーロに関してはですね、瞬発から下が本当にやばいんですよね。正直フィジカル面とかハフェルツも悪くないんですけど、ザニオールがとにかくやばすぎるので、ものすごい差になってるなって感じですね。まあ足元とかチャンスメイク重視するならハフェルツで、フィジカル面考えるならザニオールなんですけど、まあ正直ちょっと改めてザニオールのやばさをね、実感してしまう比較になったなって感じですかね。でもハフェルツも全然強いんで安心してくださいね。で、以前のですね、ハフェルツを比較すると、1回目よりも大幅強化で、2回目よりも着実に強くなってますので、まあ基本的にはこれはどちらも乗り換えでいいのかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、ここからですね、 S 評価ぶっ壊れ選手、基本的に誰が見ても当たりの選手ということで、一発目ノイヤー選手ですね。まあ守護神枠ということで、正直ですね、ノイヤーよりハフェルツの方が欲しいって方も多いと思うんですけど、とはいえですね、まあこの評価っていうのはあくまでポジション別での評価になるので、そう考えるとですね、まあゴールキーパーでも最高峰なので、ノイヤーは S 評価にさせていただきました。まあ今からですね、大型アップデまでの C 固定環境を考えると、ノイヤーとドンナルマの安定感はやっぱりすごいのかなと思います。まあゴールキーパー系オールカンストに、後半7身長193に低弾道持ちということで、ここ激アツですよね。で、結構ですね、まあノイヤーは固有
AI があってかなり出てくるっていうコメントが多いので、僕ね前までこれあんま意識してなかったんですけど、確かに言われてみれば気になるシーンあるかもって思う。ただ逆にそれに助けられるシーンもあるので、まあここはちょっと使ってみて皆さん試してほしいかなって感じですかね。はい、で以前のノイアーと比較すると、前半戦は基本乗り換え安定で、後半はですね、まあ丸4丸5乗り換えで、丸6に関しては全く同じ能力なので、ドイツ国代表を持ってる方に関しては乗り換えなしでいいのかなと思っております。アイコンがねどうしても今回にしたいって方はまあ乗り換えてもいいですけどね。はい、ということで次行きましょう。はい、今回最後はですねルーベンディアス選手ですね。まあルーベンはクソ強いっす、クソ強いっていうちょっと汚い言葉使いたいぐらいクソ強くて、そしてごめんなさい、昨日の動画であまりにもシルエットが似すぎていて無意識にねアンドレシューバーをルーベンと間違えていたんですけど、まあセンターバックとして全く穴のない能力構成かなと思っていて、ディフェンス能力も非常に高いですし、空中戦も強くスピードパスもしっかりありますので、今作ね特にさっきも言いましたけどでかくて強いは正義なので間違いなく熱いのかなと思っております。で身長がですね187なので、ここが気になる方はサイドとかで使っていただくのがいいのかなって感じですかね。はい、でちなみにクリバリと比較するとこんな感じで、高さとスピードに関してはクリバリさすがの強さですけど、まあ全体を見てもですねルーベンディアス全然見劣りしてないですし、特にですね今後のシー固定環境を考えると、後半プラス1の差はかなりでかいので、まあこう見てもですね現環境最上位クラスと言えるんじゃないかなと思っております。で以前のルーベンディアスと比較すると、前回のですねポルトガル国代表ガチャも相当やばかったんですけど、そこからさらに強くなってますし、まあちょっと育成大変なので、まあトレーナー無理だよって人は、まあ丸さんから無理に乗り換えなくてもいいかもしれないですけど、気温は過去最強だし、まあ乗り換えられるなら乗り換えたいかなって感じですかね。はい、ということで今回ですね動画以上で終了していきたいなと思っております。まあ最後かもしれないっていうのと、あとはやっぱりメンツ改めて見ると相当豪華なガチャではありますので、ぜひですねこの動画も参考にしていくかどうか考えていただきたいなと思っております。ということで、いいと思ったら高評価チャンネル登録お待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の選手のクイズはこちらになります。ちょっと動画投稿遅くなっちゃいましたけど、ぜひご覧ください。この後のエンディングに答え書いてますので確認してみてください。バイバイ。